はい、どうもこんにちは、フーガーです。今回はパート4やっていくんですけど、今回は何ですかね、コンクリートの能力について、紹介していきたいと思います。まあ多分今回でインファマスは多分当分取らないかなっていうのは、当分なくになると思いますんで、ご了承ください。まあ何かありましたら動画出すという感じで。はい。そしてですね、能力なんですけど、まず近接攻撃が、こう、一撃一撃が範囲攻撃になっておりますので、一撃で敵を倒すことが、まあ、雑魚敵とかですよ、は倒すことができます。ダッシュとか回避は、こんな感じになっております。これも時間が限られておりまして、ジャンプしながらこれを押すと、こんな感じです。そしてジャンプなんですが、これはとてもジャンプ力が高くて、アップグレードすれば、3回、まあ、最大で4回ジャンプができるんですが、L1 を押すとこんな感じです。L1 を押した後に、×を押して、まあ、さらに浮上。そして、2段ジャンプでさらに浮上して、4段ジャンプでさらに浮上という。まあ、そんな感じです。まあ、移動にはね、そんなに正直使えないんですね、これ。特に敵から逃げてるときは、不便ですね、これは。速度が遅いので、ちょっとしょぼいかなーっていうのも あるんですけど、まあ他の能力に比べると、なくなってる能力とかも結構あるんですけど、まあでも一番普通に移動したい時には、普通にスムーズに移動できると思いますね。思います。はい。まあこんな感じですね。遠距離攻撃はバースト系の攻撃になってますね。連射能力も高いんですが、バースト系ですかね、バースト。だから3点バーストみたいな。そんな感じですね。はい、まあ使えるっちゃ使えるんですけど、まあミサイルは、こんな感じです。まあスライド、こんな感じですね。横スライド式の攻撃だから、敵が並んでる時とかに攻撃するとか、まあいいですね。はい。それじゃあ、このしょぼい能力で 敵と戦っていこうかなと思いますね。はい。おっしゃ、かかってこい。いけ、ポン。この能力はですね、普通の、まあ、ところから、まあ、ビデオみたいに、普通に手に入るのではなく、あれ、通しちゃった。早い。早い。普通の能力とは違ってですね、まあ、テレビとかのスモークみたいに煙突から吸収するわけではなくて、まあ、敵から、こういう敵からしか、採取できないんですね。まあ、なので、ちょっと、めんどくさいかなーっていうのはありますね。めんどくさいし、使えないし、ってなると、まあ、僕の中ではですよ。能力の中で見れば一番使えないんですね、これは。はい。それじゃあね、まあ、様々な能力、まあ、使わない能力も出るかもしれませんが、能力を使って、敵と戦っていきたいなと思います。はい。総ざらいというか、できれば全ての技を使って倒していきたいんですね。じゃあ、ちょっと、必殺技が出せるようにしておきましょうね。はい。よっ、ほっ、普通の状態でもあそこ登れませんよね 普通は。あれ、ここじゃなかった。ちょっと降りますね。まあ、4つ能力、全部で4つ能力
全部で4つっていうわけなんですかね。ちょっとまだわかんないんですよ。まだクリアしてない部分もありますし、はい。なのでこれ4つすべて、まあ、さっきもペーパー、まあ、パート3で言ったのでペーパーという能力もありますんで、ちょっといただきますね。必殺技が出せるよね。必殺技が、じゃあ火の必殺技のみを、出してね、いきたいと思います、ね、しかしこのジャンプ力というか身のこなしはとても人間には不可能だと思うんですけどね。これぴょんぴょんとウサギ。はい、じゃあ敵と戦っていきたいと思います。はい、これで、敵をおびき寄せて、まあ痛手ですかね、痛手痛手して、そんな武装した敵が出てくるってすごいですよね。もうあれヘリのみかな、これはヘリのみだったらちょっとがっかりなんだけど、当たんないな、やばい。なるべく敵をかき集めてね、敵さんこっちおいでー。なかなか行くなあいつ。行け行け、敵が来ねえな。まあいいでしょう。ちょっと必殺技を使ってみたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。なんとかドロップですね。なんとかドロップ、いけ、ボーン。すごいですよね、やっぱ綺麗だわ本当。ドカーン。これね、すごいですよね。もう範囲が広いし、まあ、もうちょっと敵がいたらわかるんですけど、まあ仕方ないですね。あー、やばいやばい、よしよしよし、まあ、もらいまして、ほらほら、あべ、敵がちょっと逃げちゃったのかな。やばいやばいやばい、やるな。よーし、ナイスショット。やっぱり使える能力と言いましても、やっぱりあれですね、ネオンが一番使えるかな。これ無限にこれできますし、ずっと壁登ってられるんで、まあ、一番使えるのはネオンかな。時を遅くしてドカーン。あれ、よし来た。はい、ミッションクリアですね。あー、明快よいしょ。それでは終わりたいと思います。またね、当分先になるかもしれませんが、能力紹介をしていきたいと思います。はい、それでは、ご視聴ありがとうございました。